日本神奈川県鎌倉市、大船大船は、神奈川県鎌倉市の町底、及び、広域地名である。行政地名としては、大船駅東側の大船1から6丁目及び、大技大船があるが、旧大船町域を、はじめ、より広い範囲を大船と呼ぶこともある。なお、大船駅構内は、横浜市栄区にもまたがるが、 同駅周辺で横浜市に含まれる地域については、大船駅、または該当する地名の項目を参照のこと。鎌倉市の北西部に位置し、北は横浜市、西は藤沢市と隣接する。鎌倉市の中心部と市街を結ぶ交通の要衝である。周辺では、大船駅付近の市街地が最も低く、その周囲を小高い丘陵が囲んでいる。 低地部分には、カシオ川が丘陵を避ける形で蛇行しつつ南北に流れ、大船周辺で複数の河川が合流する。このことから、かつては頻繁に水害を起こしていた。カシオ川に並行して、東海道線が走り、大船駅からは小袋屋川に沿って横須賀線が走る。また、大船駅からは、モノレールも走っている。大船は、古来より、 各地から鎌倉に向かって伸びる街道が合流する場所であり、現在も複数の県道が通っているが、県道同士の交差、合流はほとんどが平面交差であり、鉄道も東海道線、横須賀線で複数の踏切交差を行っていることから地域内各所で渋滞が発生する。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 大船2から7から26の地点で31万8000円平方メートルとなっている。元は鎌倉郡小坂村といい、1933年に大船町となって間もなく玉縄村を合併した。1948年に鎌倉市に編入。もともと大船駅周辺は柏川の氾濫源であり、近世までこの地区の中心は、 玉縄地区側にあったが、1888年に、大船駅が開業すると、駅の東側が開発され、商業地として発展した。関東大震災直前、大船駅東側で、田園調布を真似た、大船田園都市計画が建てられたが、その後中止になった。この付近には、大船競馬場があったが、その後地に1936年、 小区の撮影所が鎌田から移り、数々の名作がこの地から生まれた。また俳優や映画関係者が付近に住んだことから人気が出て開発が進められた。鉄道開業から戦後にかけて三菱電機、資生堂、また大船駅そばの栄区内にある芝浦メカトロニクス、三井東厚化学などの工場が作られ、工業地帯ともなった。戦前には、 横須賀線、神奈川県道23号原宿六通ら線など、海軍の施策により作られた、交通網に関連して、横須賀海軍交渉深沢分工場、第一海軍燃料省など、海軍関連の施設が作られた。戦後は1960年代頃から東京、横浜のベッドタウンとして、丘陵地帯にも住宅が開発され人口が増加した。 1995年、小畜大船撮影所の一部にテーマパーク、鎌倉シネマワールドが開設されたが1998年に閉鎖され、撮影所自体も2000年に閉鎖され、鎌倉女子大学大船キャンパスになった。古来湿地帯に丘が点在する地域であり、 語源としては大きな船が入ったため、大船、また泡を積んだ船が出入りしたため、続船から転じた、あるいは丘の形が船のような形をしていたから、などの説がある。大船と呼ばれる地域については、上記の正式地名のほか鎌倉市の行政区分では、より広く、鎌倉市北西部の大船駅東側から山の内、などを含めて、大船地域と呼ぶ。 西に隣接する、玉縄地区も含む、旧大船町の範囲全体を大船と呼ぶこともある。さらに大船駅は隣接する横浜市坂区笠間にも、かかっていることから通称としてはこの辺りも、大船と呼ぶことがあり、坂区のより広い範囲についても根岸線、開業以前は、大船と呼ぶことがあった。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。大船駅周辺施設については、大船駅駅周辺も、参照のこと大船地域、玉縄地域大船地域、玉縄地域大船地域、玉縄地域大船地域路線と、大船駅前バス停については、大船駅バス路線も、参照のこと大船温度は、大船を歌い込んだ温度。 松竹撮影所が大船に移転した1936年以後に松竹関係者により作成されたと言われる。その後、演技されなくなり、歌詞や振付も不明になっていた。しかし、2007年に歌詞が発見されたため、町おこしの一環として新たな振付で復興が検討されている。アジノオシズシ、ありがとうございます。